十一月七日木曜日時刻は三時半を過ぎました。FM 九十三 AM 一二四に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送飯田浩司です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増江正やかです。ズームそこまで言うか。今週は辛坊さんが取材のためお休みです。はい、今日の大エンパーソナリティは。 飯田浩二アナウンサーです。よろしくお願いいたします。おかしいんですよ。これ辛坊さん木曜だけでね、もう二週にわたってかぶしてくるあ、確かに本当だ。二回目ですね。そうすよ。先週だってね、サンドイッチマンさんお二人とお二人のね力を借りて、本当ねやらしてもらったんですが、今日に関してはそういった援軍は特になくというですね。えお前二週あるんだから一週ぐらいはちゃんと自分でやれみ。 みたいなね。私安心しております。どう言うことですか。何言ってるんですか。おいません。すいません。かかってますからね。何を言ってるんですか。進めてください。お互い牽制をしてるだけみたいなね。まあ、あの、まずは、新聞の有刊各紙が。入ってます。はい。もう本当ね。毎朝朝刊を紹介してるんで。 ついつい朝刊って言い,いそうなですね。有刊。届きたてほやほやです、ね。そう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 。ただ有刊って、なんかあの朝刊に比べるとですね。うん、あの特集記事で埋めるみたいなのが結構最近は流行ってて。うん、えそれをこう、知り合いのね、あの新聞記者さんなんかの中にはですね。嘆くというか。えー、これやっぱりね、各社で考え方がいろいろあって、朝日とか毎日は結構特集記事で埋めるんですよ。はいはい、で、あの読売の人に聞くとですね。あ朝日とか毎日はですね。読売新聞の人に聞くと、いや、うちはちゃんとね、有刊もストレート。 ドニュースをやるんだよと こういう風に言っていて、ああ<ー>そこら辺はね、本当<ー>考え方の違いとい、ね、方針が違うんですね。そう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 なんですけど、今日はさすがにですね、各紙同じという感じです。アメリカ大統領選について朝日新聞ハリス氏敗北認める、うんえー、読売新聞ハリス氏敗北宣言、えー、そして毎日もハリス氏敗北認める、うんえー。それから日経はまあそのお表が出てきたところの分析でラストベルトマサビタ地帯なんて言われますけどね、はいえー、激戦州。 の3州でトランプさんが全勝したとトランプ氏が奪還アメリカ大統領選と、はい、ういうことが書いてあります、まあ結局、まあ、昨日のですの、ね、まさにこのぐらいの時間もうちょっと後ぐらいですかね、えー、日本時間の夕方4時過ぎに、えー、トランプ前大統領がもう早々と勝利宣言をした生放送中に、ねね、勝利宣言らしいよっていう話になってやっぱり皆さん、ね、予想よりも早い展開だったなって専門家の方も、ねね、おっしゃって でまあ、その一つの、ね、きっかけとなったのが、まあ、激戦州のうちの一つペンシルベニア州をどうやらトランプ氏が取りそうだということになったと、はい、でこれもあのアメリカの、まあ、4大ネットワーク、うん、ABC、NBC、CBS そして FOX、はいえー、このうちの FOX がスが一番最初にもう勝利はトランプだというに出して,、うんしてね、ただ、あの段階ではまだ残り3つのネットワーク各局はあトランプ氏が勝利するというのは出して、はい。 ていいなかったととうこと、うん、そして、えー、カマラ・ハリス氏は、えー、自分とこの集会にもう顔を出さずにですね一説には雲隠れみたいなことまで書かれちゃって、うん、で、えー、チュブラりの状態でトランプさんがまずはと。はいえー、だから あの当時はうわこれ揉めるぞみたいなね、うん、これで郵便投票とかが開いてきた時にあの民主党の青い票がどんどん出てきちゃったりなんかすると、えー、勝利宣言したのになんかひっくり返ったらこれはまたっていうことになったんですけど、えー、で実際ね4年前はあの日本時間だとちょうどだから夕方から夜ぐらいにいろんなことが動いて、えー、朝起きたらなんかいろいろ変わってんぞみたいなね。うん えことになってたんですが今回はあそうしたこともなくですねもう完全に、ね、そうでトランプさんの、まあ、ある意味圧勝という,う感じになっております。であの科学者の記事をこうざーっとこう読んでもですね、えー、徐々に徐々にそのハリス氏の惨敗というものの分析記事というものが出てきたりなんかもしておりますけれども。ま ね、選挙人でいけば当選ラインの270を大きく超える、まあ、295人をすでにこう抑えたと、うん、今日の昼の、ねえー、時点でそのぐらい抑えていてまだ未確定の州が2州あるけれども、まあ、17人に過ぎないと、うん、ハリス市は226人しか抑えてないからこれ2つの州を取ったとしても,あもねまあ無理だよねと、えー、こういう形にもなっております。出出口調査とかい、ね、いいろいろ、あのー、数字がててきているんですけれども <laughs> あの例えば、えーまあ、人種というかですね、はい、そのルーツ的なところで分けた時に、えー、ラティーノと呼ばれる中南米出身の人たちをルーツに持つ。うん まあこの人たちは基本的には移民でやってくるという形の人たちなんですがその人たち、もともとは民主党支持がものすごく多くて、まあ、民主党の評伝だと呼ばれていたんですけれども、うん、まあもちろんあのハリス氏支持の方が多いと言いながらですね、まあ、ここを数年に比べるとだいぶその、うんえー、ハリス氏支持の割合というものが減っていて。うんそ,うね、そうなんです 共和党支持が増えたということであったりとか、はい、あるいはこう年収で切ってみると、まあ、あの年収の少ない層、まあ、ここも、まあ、貧困層とか、ね、あの生活に困っている人たちというのは基本的にはそういう人たちに手を差し伸べていきましょうねっていうのが、えー、リベラルと呼ばれるような人たちの、まあ、主張であったわけで、うん、そうするともともとは民主党の牙城だったはずが、えー、そこは逆転してですね共和党の方にと。 結局、あのーまあね、いろんな、ね、マイノリティの権利だとか、うん、あるいはこう不法移民とはいえ移民の人たちに寛大にみたいなことを言ったりとか、まあ、理想主義的なことを言っても飯食えねえねだろうとまあ現状の、ね、<laughs> 困っていることの方がね。この、あのあ、ー 経済というものの大事さみたいなところに対して、まあ、トランプさんは、えーまあ、全部を見渡すと実は整合取れないじゃんみたいなこともあるんですが、えー、財政を出動させるんだとそして、えー、減税をしてでさらに利下げもして。 でインフレを抑えるんだと本当は減税したりだとか利下げをしたりだとかすると経済がこう上向きになるわけで、うん、これ経済上向きになるとアメリカなんか特にそうなんですが物価も上がっちゃうんで、うん、あのインフレ退治はなかなか難しくなっちゃうっていうのはあるんですけれども、うん、ただいやトランプはちゃんと経済に向き合ってるじゃないですか。 ないかとで一方でハリスは「なんだかわからかんな理想ばっかり言って結局俺たちの生活本当に考えてんのか?」みたいになってしまったんではないかと、まあ、あの結局これ、ね、アメリカじゃウォークなんて言いますけどいわゆる意識高い系みたいなところに対して。うん けみたいなもの <laughs> みんな「う <laughs> ん理想なんか言ったってかすみくっていきろっつのか!」みたいな。という方が結構いらっしゃったという、ね、結果なんですかねこれでもあの実は日本の選挙だって、うん、この間の総選挙はそうで手取り増やすよ ねうん、っていうふうふに、えー、ストレートに言った国民民主党が受けたっていうのはなんか、あのー、いろいろ、ね、政治となだとか言ってるけれども、うん、あの世論調査なんか見ると結局何をやってほしいかっていうのを見た時に、えー、物価高対策であったりとか経済対策をやってほしいよね、うん、とこういう向きが多かったそれに対して声の大きな人たちは少数であっても声が大きいから目立ってそういう人たちのお政治とかねみたいなところにみんな引っ張られちゃって 結局そうじゃなかったじゃないかということが、うん、まあ如液にわかると、うん、これこの経済重視かそれとも理想の部分かっていうのは実はいろんなところで出ていのこの「勇敢」でも日系とそれから海側がのっけてましたかね、えー、ドイツですあの,ドイツの今ショルツ政権というところがやってるんですけど、はいはい、ここがあ事実上連立政権が崩壊するっていうのが。えー 出てきていて、きいこれはあのショルツさんっていうねあの社会民主党の、うんまあ、党首で首相の人とえー 連立の一角を占める FDP 自由民主党っていう党があって、うん、ここの、えー、リントナーさんという人が、えー、激しくぶつかったと、うん、でこのぶつかった内容はですね、えー、リントナーさんという人がとにかくまあある意味いい財布の紐が硬い、うん、ものすごく硬い、うんえー、ドイツ人らしいという感じの人であの財政出動をして経済を温めようよっていうことに対して、うん、いや そんなそう我々はあの財政規律を守んなきゃいけないと、うん、そしてそのための,あの基準があるんだからそれをこう微動だにさせてはならないっていうね、うん、ああなんかあのどっかの <laughs> 日本の省庁みたいだなみたいなね感じがあるんですが。<laughs> うんあの ななんですすってものすごく全然融通がいかないかと、ええ、ねいやそうは言ったってさあの景気悪いんだから少しぐらい出さないとこれ人々の経済立ちがないよとで2年連続でマイナス成長になっちゃってんだからいい加減なんとかしないと政権持たねえしそれ以上にひ人々の生活が持たないじゃん いいううところにですねねやっっぱああのの的な人っていうのは、ね、まあ、どんな世の中になっているっていう話で、うん、でそこでぶつかった挙句げの年も押し迫ってきて来年の予算作んなきゃならないってところで、うん、決定的ななな亀裂になったとなるほどもうどこもそんな感じででこれドイツもまた来年の3月に選挙かもしれないってことがなってすよだからね、うん、あの今年は選挙イヤーだって言ってアメリカ大統領選もあったしはい、はい、ね我々も選挙やったしっていうのあるんですけど<ー>このなんかあの政治のゴタゴタみたいな。 各国でこれ来年続いちゃうぞと、うん、そんな中でですね来年1月のトランプさんの就任はい、はい、それから就任から100日。 俗にハネムーン期間なんて言われますけどここで一気火星にどんな政策を打ってくるのかみたいなところはですねこれ、うん、各国振り回されるけどその準備できてますかっていうのが、ね、トランプさんってなんかこう何をなさるか見当がつかないっていうところもあるからねね戦々恐々ですよ、ね、もうあ,のあの当時のですね、うん、あこう日本のアメリカ大使館に勤めてらっしゃる方とか聞くと、うん、もう毎朝、トランプ氏の当時はツイッターはい、はい今 ですがあれを開くのが日課だったしもう <laughs> <ー>トランプツイッター更新が必ずこうピロンって鳴るように設定してて <laughs> そしたらもう夜中とか一日中ピロン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 言ってて<ー>大,変大変なかかりですねそれはねしかもそれが本当う,うちの国に関わっちゃうよみたいなことが出てきちゃうんで。 だから、<え>そう、あの為替もね、えー、後ほどマーケットインフォメーションの像はありますけど、えー、どっちかっていうと、ドル安、円高を試行しようとするわけですよで。ところが、さっき言ったインフレみたいな話があると、えー、どっちかというと、円安の方向に今みたいに触れちゃうんで、トランプさんの行向で逆になるんですよ、おい、日本、なんとかしろって言われたときに、どうするよみたいな話とか。 本当いろいろこう頭が痛いところですが、うん、まああのこの辺のね、えー、アメリカ今どうなっているかというのは後ほど四時台にニュージャージー州にいらっしゃるジャーナリストのレイザー貴彦さんともつないでいろいろ伺っていこうと思っていります。さあ全部そこまでいうかこの後た最新の株と為替の情報をお送りいたします。で昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで四時台は今お話ありました、えー、ジャーナリストのレイザー貴彦さんにつなが。 アメリカ大統領選挙についいて伺います5時台は、今朝もね、飯田さん、しっかりあのお話しされてましたけれども、ね、出演してくださいました国民民主党の玉木代表が、103万円の壁をめぐって一部報道を否定、給付金などで妥協することは一切ないと述べるというニュースにズームしていきます。 番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールで送ってくださる方は Z o om. Zo om、ZOOM、ズーム、アットマーク、一二四二、ドットコム。番組の感想などは、X でもどうぞ。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎。ズームでつぶやいてください。で今日も番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト。ね、今週、お休みになっていますけれども。うんはい えー、今日ぐらいは飯田さんに選曲をと思ったんですけど、ここはあのマセさんが<う>マセさんに選んでもらわないと納得できないという人が1億2000万ぐらいいますから、<laughs> 口からねでま風つらつらつらてらります、ね。<笑><笑>どうでもいいことに関してはね、<laughs> まあちょっとじゃあの番組やりながらね <laughs> はい、はい、考えてお送りしたいと思います。なるほど。はい。さあでは続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。 最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いします。はい、ガイタメドットコム総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて99円26銭安い3万9千381円41銭で取引終えました。トピックスは27.16ポイント高い。 2743.08ポイントで取引を終えています。円相場は現在1ドル154円ちょうど付近で取引されています。東京市場の円相場はアメリカの大統領選挙でトランプ氏が勝利したことによるドル買いにより、序盤は7月30日以来となる154円70銭台に安値をつけました。うん ただその後は高値警戒感がくすぶる中で持ち高調整のドル売りが入ったとみられ午後には一時153円90銭台へ上昇しています海外市場では FOMC における金融政策発表に注目が集まっています政策金利は0.25%利下げが確実視されておりその後のパウエル議長の記者会見が焦点となりそうです発言を受けて今後の利下げ観測に変化があるか注目しましょう 以上、株と為替の情報をお伝えしました。上田さん、この、はい、あのまず為替ですけれども、はい、まあ,あの株の動きなんかも含めてどうなんですか？トランプさん外みたいなものはちょっと一服なんですか？ 今そうですね、やはりこう、持ち高調整、まあ昨日3円ほども円安になっておりますので、うんはい、その動きを受けて、持ち高調整が入ったというような状況ではありますが、うん、ただえ、長期的に見ると、明らかに円安ドル高、地合、はい、というのは変わっておりませんので、<ー>えまあ、このトランプ次期大統領の,この政策への期待からで,で、すね、うん、こういう地合というのはまだ続きやすいんじゃないかなというふうに見ておりますこれ、やっぱり上原さん、はい。 みたいに、ね、為替とかをやってる方もここから先はトランプさんの X だとかっていうのに注目したりすするもんですか <laughs> まあそうですね、まあ、もしかしたらというところで注目はしますけども。えーま あのこのまあ、今後、どういう政策を発表するかにもよりますが、はい、一応、現時点ではやっぱりインフレへの懸念から金利上昇で、まあ、ドル高字合いではないか、まあ、ただ、ね、減税などを実際やっていくと財政赤字の拡大から、はい まあ、ええー、この悪い金利の上昇、というところで、あ<ー>まあ、いずれはドル安に触れるんじゃないかっていう見方もあるので。まあ、そこに関しては、まあ、もう政策進めていく中で、えー、ちょっと、あの、チェックしていく必要があるかなというふうには思っております。なるほど、わかりました。上原さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。がいした以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。 日報放送 Zoom そこまで言うか。今日は辛坊さんお休みのため飯田アナウンサーとお送りしています。はい。では昨日から今日にかけてのニュースを紹介する Zoom フラッシュです。アメリカ大統領選挙は共和党のトランプ前大統領が勝利し再び大統領に就任することになりました。投票から一夜明け民主党のハリス副大統領は首都ワシントンで演説し。 我々はこの選挙の結果を受け入れなければならない。私はトランプ氏と話し、勝利を祝福したと述べて敗北を認めました。厚生労働省が発表した9月の毎月勤労統計調査によりますと、現金給与総額の名目賃金に物価の変動を反映させた実質賃金は、前の年の同じ月と比べて0.1%マイナスでした。 実質賃金がマイナスとなったのは、2ヶ月連続です石破総理大臣は昨日アメリカ大統領選挙で、トランプ前大統領が勝利したのを受けて、心からお祝い申し上げる、トランプ氏と連携を密にし、日米同盟、日米関係をさらなる高みに引き上げたい、今後、接点を早急に持つべく努力したいと記者団に述べました。 日本維新の会は、衆議院選挙を受けて、今月17日告示12月1日投開票の日程で代表選挙を実施します。また、ババ代表は出馬せず退任する意向を表明しました。岸田前総理大臣は、昨日フジテレビの BS の番組に出演し、10月に行われた衆議院選挙で自民党が議席を減らしたことについて、 経済や外交などで前向きなメッセージをもっと多く発信すべきだったという認識を示しましたウクライナメディアはロシアに派遣されている北朝鮮兵士の新たな動画を公開しました動画は森の中で撮影されていてロシア兵がロシア語を教える様子や北朝鮮の兵士が手にした紙を見ながら会話する姿が収められています ロシア西部のクルスク州には1万人以上の北朝鮮兵士が入っているとみられています。 えー、ということで、まあ、あ大統領選挙から明けてというところで、ね、ニュースがいろいろ入ってきておりますけれども、はい、あの石破さん、電話で協議を行ったということでありますけれどもこれあのメディアの報道などを見ますと5分程度ということで、うん、まあ5分でですねしかも間に通訳が入ってとっていうともう、ねえー、ほとんど多分挨拶程度という感じで、うん、まあやっぱりいい会って話してっていうところがまずは。 えー、ポイントとなるそれがいつになるのかというあたりなのかなというところであります、うん、ね、えー、そういえばあの今年の頭ぐらいですか、えー、3月ぐらいでしたがね、えーえー、麻生元総理が、えー、トランプタワーに行って、はいね、トランプさんと会ってたみたいなことがありますがまあその辺もどう 活用していくのかというね、あた<ー>りがただ麻生さんと石場さんはあんまりね<え>、なんでしょう、<laughs> 仲悪いよ <laughs> みたいなね話なんで、<laughs> うん、せっかくここでパイプは作ってあるけれども果たしてというところでございますね。<ー>え、それからあ九月の毎月勤労統計調査、厚生労働省が発表しました。えー。 まあ、すまん読んでくださった通りですね、えー、前のお年の同じ月と比べて0.1%のマイナスと、うん、でこれ8月は0.8%のマイナスだったんでマイナス幅縮小したじゃないかというふうふに言われるんですけどこの縮小した要因というのはうん物価の変動が緩やかになったからということで、うん、これ9月のあたりって。 特に為替があの1ドル140円台まで来ていた時期でもあるのでその辺で海外から入ってくるものの、ねえー、値段が下がったというところなどが影響したということでですね結局まあ6月7月はこれプラスだったんですよ、うん、でそれが8月に入ってマイナスになって9月もマイナス、うん、ボーナスの分は確かに反映があったけど、えー、それだけであっ とでこれあのー、経済学の中で、えー、よく言われるんですけど、うん、こう賃上げもねそのボーナスみたいな一時金の部分で上げるのか、うん、それとも、うんえー、毎月もらう給与を少し上げる、うんえー、定期昇給だけでなくってベースアップと呼ばれる部分と、うん、まあどっちが効くかみたいな話っていうのが言われるんですが、うん、結局一時金でこうまとまった額であってももらっちゃうとじゃあこれちょっと使わずに取っとこうかなっていう風に考える人が多く くてん、ね、あんまりこう消費に回らない。したがって、えー、経済の後押しの効果があんまり大きくないよっていうのが言われていて、うん、まあそうするとやっぱりベースアップの部分が必要なんですけど、うん、これあの春闘のニュースなんかもですね、まあ六パーセント六パーセントとか景気の数字並ぶじゃないですか。はい、あれってあの定期貯蓄の分が入ってるんで、そうなんですか。そうなんですよ。だからあのね物価が上がる分だけ。うん 定期昇給でまずは上げないとうん、うん、実質目減りしちゃうんで、ね、ただ定期昇給の分っていうのは結局その物価の上昇とほぼ同一なので言、うん、ってこいであんまり意味がないとうん、うん、ベースアップがないと手取りが増えたなっていう実感がわからない。そうですでよねそう、まああの 国民民主党が、ねえー、103万円の壁を通すということをこうやってますけれども、はい、まあそういったところからです、ね、手取りを増やしていくという政策ほか、えー、にもいろいろ手立てはあると思いますのでぜひ、うんえー、とも協議をしていただきたいと後ほどご時代に取り上げますけどけさ、ね、玉木さん、このスタジオに来てくださいました。うん えー、それからあもう一つう、昨日のフジテレビの BS のこれプライムニュースですけれども、いいいい岸田あ前総理が出たと、はい、おいうことで、なんか, <laughs> なんかどうす,んすんーーるんですか、次岸田さん、登場あるんですかみたいなところで、いいいいなんか結構ね、あの言いよどみながらもまんざらでもない表情で、敵 <laughs>、えー、は一平卒として、今は <laughs>、えー、石破総理を。 お支えする立場にいます。石破総理という前でに何か安倍さんってこう間違えて言ったみたいな。で今はっていうところを強調するあたりがですね。<ー>非常にこう。 含みを持たしてるんじゃないかと,いと。うん、<laughs> 飯田さんもね、うん、まんざらではない顔してね、<laughs> あの、覚えてますね、こうやる時ね。いやいやいや、まあね、あの、一応そういう意味では、<laughs> ね、一平卒になられたとはいえ。うん、やっぱ、温め続けとかないと、これはいかないのかな。嬉しそうな笑顔ですよ。まあ、本当、えー、見せてあげたい。みんな <laughs> ええー、休式です。ありがとうございました。<laughs> <laughs> えというわけで、江ズムラ主婦長、ありがとうございました。<laughs> 十一月七日木曜日時刻は午後四時三分を過ぎました東京有楽町日本放送第三スタジオから私井田浩二と増山さやかでお送りしています、はい、ズームそこまで言うか今週ね辛坊さんお休みです、ねはい、はい。そんな中メールもいただいておりますがありがとうございます51歳男性の神奈川県横浜市大野屋本舗さんですね、うん、普段は会社でラジコでこっそりと聞いておりますあ,ありがとうございます、はい 3日の福島競馬場第1レースに「ごめんね二郎」という馬が出走し3戦目にして勝利しましたあ<ら>デビューの当時から名前だけで注目していてこのレースもゴール直前で差しし切っての勝利でした、うん、この払い戻し金で辛坊さんの最新刊を購入してと思ったんですが購入したのが100円でしたので本を買うほどの払い戻しはなく「なぜ1,000円くらいかけなかったんだ」と後悔しております。 そうすれば一冊じゃなく三冊ぐらいは買えたのにと後悔の嵐です。なので、はい、この払い戻し金は。ラジオチャリティミュージックソンに寄付させていただきます。あごめんね次郎、うん、って書いて。ああ、でもありがとうございます。いやありがとうございます。ね、十一月一日からミュージックソンのキャンペーンも始まっていますんで。ね。はい。ね えー、第50回をミュージックソンも迎えるということでございまして出川手ぞるさんはパーソナリティーに、ね<え>はい、24時間の生放送も、うん、行います「ごめんね、ジロ郎」6.1、うん、倍で2番人気だったんですね。そ、えー、そうですかそうでですすかか これ、ね、ここで勝って、まあ、二歳だから、この先、どうなるんだろうな。重症に出てきたりなんかすると、また東京近辺、関東でも見られるかもしれないと。その時はね、ぜひね。そうですね。成功していただいて、辛抱さんの方もね。そうですね。入るといいですね。え、あの、私の本も、もしよかったら、わかりやすさを疑え s ス新書から、で、ありますんで、え、一つよろしく。よろしくお願いいたします。それから、埼玉県の。 出しおさんかなだいだパーソナリティお疲れ様ですあ,ありがとうございますお疲れ様です飯田さんのオッ o ー工人アップのような真面目さではなく、はい、ズームらしく砕けたおちゃらけた人をおちょくった気の抜けたような内容の放送を期待しています <laughs> 頑張ってくださいズームらしくってこれ砕けたおちゃらけた人をおちょくったようなね <laughs> <laughs> ニュース解説難しいですけど、ね、<laughs> なんか主のパーソナリティをこれ上げてるような <laughs> ディスってるようなっていう感じですけどううううこれねいや褒めてるんでしょうね<え> の方だっていい方だもん、ませまさんカレンダー買います。<laughs> ありがとうございます。そこ、そ<う> <laughs> いやでもね、<laughs> そうなんですよ。あの気が抜けてたなと思うのは、うん、あの番組がほら始まる前に、はい、あのサブ作家の辻野くんが写真を撮っていくじゃないですか。ええ、で、浮、ええ、かずだったのが、僕開いてた夕刊フジが14面で。うん これわざわざね拡大したのを乗っける人がいるんですよ。これね、拡大するとね見出しが見えちゃうんですよ。で今日はね本当なぜ14名を見てたかって悩んだんですよねこれ、はい、今日なかなか言える見出しが少ねえぞと。いやもうちょっといやでもねうかつにじゃないんですよ飯田さんは堂々といつもまずここに来るとね14名開けますよね。<laughs> <に>なんかねか昔はね新手のね、えー、なんていうのちょっとこうっ変なおじさんがこう電車なんか乗っていて。 でね、<ー>こう隣におもむろに座って、まだ新聞をみんなこう電車で開いて見てた頃ですよ。はい,はい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 。そんなこのエッチな記事を、大きい声でこう朗読する<ー>女子の隣に座って。朗読する人いましたか。声出してね、読むっていうね、変なおじさんに遭遇したことありますけどね。いや、なんかあの、これ見よがしに開くみたいな、で、反応を見るみたいなおっさんは昔はいたけど。ね、わざわざ朗読するというのは新しいですねそういつも。いつもの飯田さんみたいな、この、ね。見出し読んだりするす。まるで私が朗読してるみたいです。<laughs> 朗読はさすがに。 今に思い出しましたよそれ。確かにねあの先週もサンドイッチマンさんが入ってきた瞬間にまたその時は私重要目見てて。そうそう。ね結局見てるんですよそれ。まあいいんですけどねいいんですけどね見てねそうそう。情報収集ですよ。情報ですからねこれも一つのね。了解しました。ということで飯田さんに対するねあのご質問などでも結構ですので送ってください。メールは zoommzoom at マーク一二四二 ドットコム X はハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してくださいさあこの後はアメリカ大統領選挙について現地からのレポートです、はい、ズームそこまで言うか今日は飯田康二アナウンサーパーソナリティでお送りしています、はい、ではこの時間特集するニュースこちらになります アメリカ大統領選挙共和党のトランプ氏が4年ぶりに帰り咲きアメリカの大統領選挙で共和党のトランプ氏が日本時間昨日午後4時半ごろフロリダ州の集会場で実実情の勝利宣言をしましたはい。はい、えということで、えー、はい よろしいですか専門家の方と電話つながっております <laughs> <う>ズームがねつながっています、はい、アメリカニュージャージー州にお住まいのジャーナリストレイゼーアキヒコさんですレイゼーさんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますいやあのまずこの時間というのが時差があって真夜中ですよね まだ日ですから、昨日からなんかもう時間がずれちゃってるんで全然私は元気なんで大丈夫ですよ。<laughs> あ,ありがとうございます。<laughs> よろしくお願いします。で、この昨日のまさにこのぐらいの時間にトランプさんがこう動き出して、はい、で勝利宣言までしたと、あの現地のこうメディアその後のこう報じ方とかってのはいかがですか？ まあ実はですね、その三時間ぐらい前の、まあのもう投票日当日の十一時頃にですね。はい、あのハリス陣営の方で、今日はもう何もないから、皆さん家に帰るようにって、いうなんかお触れがて、シーンとしちゃったんですよ。<ー>その時に、あもうこれはちょっと何かなっていう雰囲気がわあっとも伝わりましてですね。なるほどあとはやっぱり淡々と、いろいろこうやってって、でまあトランプさんがずんこうじりゃ、じりゃ、じりゃ動き始めて、でまあ。えー えー、もう勝利宣言って形になりましたねただそれでもすぐ当確を打たなかった局が多くてですね、はい、やっぱりギリギリまで見ないと分かんないと思ってまあ大体あのアメリカの場合って大都市の票って後に開くんで、まあ、日本でもそうですけど、うん、そうすると最後のところでやっぱり大都市って民主党が強いんでひっくり返るかなみたいな期待もあったのかもしれませんけど結局やっぱり大都市の方も、はい、あのトランプ支持がかなり浸透してたんでもう最終的にやっぱり率は動かないで。 もうあのー、明け方にはですね、ええ、もうほぼ完,完璧に確定するみたいな形になりましたねこれってなんか昔は言われてましたけど隠れトランプみたいな人がまだまだいたってことなんですか 今回はもうななんんんかかあんまり隠れずに堂々ととしてたとかですねなそんな感じなんです、ね、だから蓋を開けてみたら例えばものすごく意外なことがいっぱいあって例えばその黒人とかヒスパニックとかやっぱり非常にそのマイノリティの人たちっていうのはやっぱりトランプさん嫌いでですね前回も前々回もそうですけどやっぱり民主党に入れてたのがかなりトランプさんに入れた人がいるとかですね。うん、あとはもう 若者はやっぱりもうかなりリベラルになってるだっていうのはもう定説だったんですけどもっと若い今回その18歳になったりして初めて選挙に行った人の中ではかなりトランプさん入れた人も多かったりとか<ー>結構意外な感じがあってですねま、うん、あ蓋を開けてみれば説明可能なんですけどやっぱりいろんな動きが本当に予想外で隠れトランプって あんまんりなかったったていう感じですよねなんかね事前に言われたところだと週末までかかんじゃないかみたいなもつれ方をするっていうふうにも言われてましたけど結構早く出ちゃいましたもんね。 そうです、ね、まあ一つは差がついたってこともあるんですけど、はい、やっぱりその全国の選,選挙管理委員会の人たちがですね、うん、4年前とかも大混乱したんで、うん、今度は絶対うまくやろうってんで相当準備してたんですね。あ<ー>であとは期日前投票なんかでですね、はい、あの積み上がった票をですねあの トランプさんなんかあれはインチキだとか言って結構4年前はもうなんか大騒ぎになったんですけど今回は共和党ももう期日前に行ってもいいよとか郵送してもいいよって形で投票率を上げるのでやってた全体的には非常にこう選挙としてはぐる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 ちゃんとスムーズに回ったあ激戦州と呼ばれたところもほぼトランプさんが取るみたいなことになりましたか。そうですね これはやっぱりその激戦州ってどうして激戦州行くかって理由があってですね、はい、やっぱりもともと製造業で栄えてたところが製造業がこう斜用になってで新しい産業も出てるんだけどもやっぱり新しい産業の人とやっぱり あのー、いろんな格差が生まれていく中でですねやっぱり非常に揺れ動いて景気の動向とか雇用とか物価とかものすごく敏感なんですよね。はい、ですのでやっぱり今回はやっぱりやっぱり経済が大きな問題だったと思うんですけど、うん、その決戦州と言われた3州が、うんえー、前回はバイデンさんが全部取りましたけど今回はトランプさんが全部取った形になりましたねやっぱりこの4年間インフレみたいなものっていうのはだいぶ影響しましたか もうこれがやっぱりもう決定であったじゃないですかね。やっぱり一番大きな要因だと思いますね。<ー>もうとにかくアメリカの物価高ったのはすごくてですね。はい、うん。やっぱり例えばそのもういつも卵の話するんですけども、はい、そのコロナ禍の前って卵だと安すぎだとこう一スでて99セント。<ー>今のレートで言っても日本円でも150円ぐらいだったんですけど。はい。それがまあ。 あのだん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 だ上がっていって2ドル3ドルで今はもう最低4ドルで<ー>ニューヨークなんかの大都市の真ん中に行くと8ドルから10ドルぐらいするんですよね。え<ー>だからもうみんな卵見るたびになんか腹が立つみたいなことがあって <laughs> そ,うそうすると買い物行くたびに腹が立つでそれはバイデン政権じゃないかみたいになっちゃうわけですか、うん、そうなんですよねでだ例えばその外食もそうなんですけどアメリカ人たあのその卵料理って大好きですから<ー>ダイナーなんか行くとこう朝ごはんですね、はい、やっぱりその。 えー、卵3つ4つ4つぐらい使うのかな、えー、大きなこうオムレツ食べたりとかですねんかそういうの好きなんですけどそ,れそういうのの値段も爆上がりですから<ー>やっぱりそれをきもうあの見るたんびに腹が立つみたいなことがあって、えー、でやっぱりそあともう一つはですねやっぱり、あのー 今外食の話をしましたけども、はい、外食一般っていうのは例えばそのレストランにしても、うん、ファーストフードにしても、うん、ほぼコロナ禍前の倍ぐらいになっちゃってるんですよね。ですからこれもま,また行ってこう最後にお感情する時にですねまた腹が立つっていうことでやっぱりみんなそれは大きなもう本当に怒りみたいなエネルギーになったんじゃないでしょうかね。うん、それに対してそのハリスさんが何か有効な政策を訴えるとかそういうこともあんまなかったんですか でまずそのバイデンさんが候補だった頃は彼は何かこうインフレ率が下がったから俺のせいかなみたいなことを言っててですねそれはもう本当に庶民感情からしたらこんなに上がったんだから下げてくれよと思ってるのが上がる率が下がったとか言ったってなんだか寝言みたいにしか聞こえないよっていうのは全く通用しなかったですね。 ストトレートに取り上げませんでしたね、はい、っていうのはそのなちょっと最近ちょっと物価落ち着いてるんですけどどうしてかっていうと、はい、あのいわゆる日本でいう日本銀行にあたる中央銀行の連銀ですね、うん、FRB が、はい、もう非常にギリギリの金利の調整をやって、はい、下手すると景気がこうスローダウンしてもいいぐらいの、うん、だけども景気が失速してちんあのつ墜落しちゃったらダメなんですけどもう非常に微妙なことをやって結果として物価が下がってるってことがあって、うん、副作用としてやっぱり雇用が結構 あのー、ちょっっとななんんかこう厳しくててきてるんですよね<ー>ですからそ,のそんなことまともに喋っちゃうとまたこれはこれで反発食らうんで、はいまあ、ハリーさんもあんまりこれをこう想定にしなかったっところもありますんでやっぱりその分だけトランプさんがガン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 攻めてそれがやっぱりこう静かにだーっともう隠れなくってもいいんだ堂々と投票しようみたいなことになったっていのはやっぱり文化問題は大きいんじゃないでしょうかね。うーん でまあ、トランプさんが主張する経済政策は結構、景気を上げようっていうタイプですよね、これ本当は物価も上がっちゃうんじゃないですか。そうなんですおっしゃる通りなんです、ねうん、ですすねから、まあ、まず例えばその石油ガンガン掘ったらエネルギーが安くなるから物価が下がるって<ー>これは簡単な話じゃないってそう,そうはいかないとは思いますし、うん、そもそもやっぱりその、 もう実際その景気がもっと良くなっていけばもうまさに,本当に物価また上がってきてしまうんでそういう意味では実はトランプさんん難しいんですよね前回トランプさんがあの2016年の選挙で勝った時はオバマさんがもう8年間リーマンショックからもう本当に我慢に我慢を重ねてなんとか景気を良くしたやつの遺産を全部引き継いだんで例の,そのトランプ景気トランプ株高っていうんでものすごくそのいい時代をこう謳歌することできてたんですけども今は逆で物価を下げるためにはちょっと景気を冷やさなきゃいけない。 いいけない段階で、はい、そこにトランプさんが来たわけですから差、えー、あどうなるのかとっ,っとこれ非常に難しいと思いますけどもね<れ>ただやっぱり、えーあのー、有権者の人たちはもう現状に対する不満というのはもう爆発してますからもうトランプさんに入れちゃったと、まあ、これがもう実際起きたことですから仕方がないですねうんこれ同時に行われたあの議会選挙はどうだったんですか これもまあだから上院もそのトランプさんの勢いに乗っかってまあプラス2ぐらいだから過半数を大きく超える52を多分取ってということですとこれはやっぱりその共和党にとっては大きな成果になるんですがただ上院って結構権力が強いんですよ金事権もあるしいろんなこう大きなことをですね決定するときに上院の承認が必要だったりするんで100人しかいないんですけどすごい権力があってで結構うるさがなが多いんですよね。ですから 上院の共闘が強いからトランプさんの言うことを聞くかって全然聞かないのでトランプさんとしては簡単ではないと思います。というと下院も逆転しちゃって下院も若干過半数取ったんですけど下院の場合はですね、うん あのもう本当に日本と違って党議拘束がないんで<ー>一人一人みんな選挙区次長で自分の判断で投票しますから、はい、これまたそのトランプさんに忠実な人ってのは実は人にりでそうじゃない人とかですね場合によったらリベラルの方に行くともう本当にみんな法案ごとに自分で意思決定しますんでこれまたトランプさんとしてはそんなに簡単ではないと思いますだからその全部トリプルレッドで全部共和党になったから<ー>全部トランプさんの言う通りに行くとは限らないただやっぱり大きな流れとしてはやっぱりちょっと保守の方に触れてきたんで、はい、例えばその いろんな価値観の問題とかあるいは移民の政策とかっていうことだとやっぱり相当右にずれていくんだろうなこれはありますねあそうするとその国境の壁また作っていくぞっていう話だとかっていうのは具体的になってきますか。あとまあね日本としてやっぱりいろいろ気になるのはこの防衛費だとかあるいは本当に東アジアに対して、えー、コミットしてくれるのか。 というところですが、これトランプさんどう出ていきますか？ま、これが非常にわからないところで、うん、まあだから、そのこれはあの2016年のトランプさんが当選した直後の当時の安倍総理がですね。はい、お考えになったこと、多分同じだと思うんですけど、うん、やっぱり非常に危ないと。やっぱり日本として危ないと、うん、だけれども。小便器ってこう。 そそれこそ石破さんが一時やってたみたいにトランプ批判なんかやってもトランプさんっていうのは敵か味方か、はい、すぐ見抜いてですね、うん、自分に対して歯向かってくる人に対してはもう極端に冷たくなる人ですから、はい、まあそうはいかないでうまーくこう中に入り込んでいってですね時間稼ぎをして実害がないようにしていった、まあ、今回もそれをするしかないと思うんですね。ですから やっぱりただ、その環境がすごく変わって,て、はい、まて、あ、北朝鮮なんかも多分なんかこう話し合って済むような問題じゃなくてもう核兵器をたくさん持ってますし<ー>でウクライナ戦争にも参戦するみたいな中でですねあるいはもう南北統一も諦めてもうとにかく自分でロシアと協調しながら中国との場合によってはもうちょっと全然、必要あやるぞみたいな全然言うこと聞かなくなっちゃってますから、うん、やっぱり非常にこうやれることは限られているそして中国の場合もやっぱり台湾を脅さなきゃいけないっていう,もう内部事情があるので、うん、それに対して喧嘩を買うわけにもいかない。 ないしだからといって攻撃姿勢を許すわけもいかないしもう本当にやれることは本当に限られてるんでこれはやっぱりそのトランプさんの周りにいる人たちがどうやってトランプさんを抑えていくかってことがま気になりますよね石破さん会えそうですかいやまあだからこれはさすがに あの外務省もいろんなノウハウもあるんで、えー、でトランプさんのその地元であるニューヨークの人脈とかもいろいろあるんで<ー>何らかの手を使ってやっていくと思いますんでそれはできるとは思いますけどもねうんこれ、レイさん、まあ、あのニュージャージーにいらっしゃるもうおニューヨークの目の前とこれ、はい、トランプさん勝ったって雰囲気どうなんですか、まあ、ニュージャージーは割と民主党寄りなんでわ割と。まあ あの一夜明けたところで死、まあ、いとし,としちゃってるみたいなところもあったんですけどただじゃあ実際はどうなのかっていうとニュージャージー自体でも、はい、あのニュージャージーとしてのハリスさんの投格っていうのは瞬間的には出なかったですから<ー>やっぱり結構数えてましたからやっぱりニュージャージーの中でも相当トランプ票って出たし一番大きいのはやっぱニューヨーク州ですねニューヨーク州なんていうのはもう本当にいつでもとにかくもう民主党が圧倒的に勝つ州なんですけど今回の場合やっぱり本当に瞬間で投格出ないで、はい、結構トランプ票って 積み上がりましたんで,<ー>でやっぱりそういう意味ではもう本当に現状不満っていうのはもうありとあらゆるところにざーっとこういるなっていう感じですね。うんまあ国際社会の影響あとはあのウクライナどうなるみたいなところがね言われてますけれどもこれも何かあの報じられてるところとかありますかいやこれはまだちょっとあの新しい動きとしてはないんですけども<ー>ただやっぱりその特にウクライナ問題でいうとその。 ジェディ・バンさん今度副大統領になる方ですね、はい、彼がもともと軍隊の出身だし、うん、それからもう非常にその高学歴のエリートで非常にその頭脳明晰でものすごいコンピューターみたいな頭を持ってる人ですけど、はい、彼自身がはっきりウクラ、まあ、彼はまあトランプさんと組むにあたってですけど、うん、ウクライナっていうのはアメリカの 最重要な国益じゃないんだって言い放っちゃってるような人なんですね。で、またその新しくブレインクがあった。イーロンマスクさんなんかも。やっぱりプーチンさんとこうなんか、こう電話でやり取りするような人なんで、はい、まあ何らかの動きが出てくるとは思います。ただ、やっぱりものすごくドラスティックにですね。 もう即時停戦して今、ロシアが占領しているところは全部ロシアのものでうん、うん、場合によってはそのゼレンスキーさんをそこで辞任してどこかで謹慎するとかでもうそういう完全に負けたよみたいなことになってしまうと世界の秩序が非常に揺らぐんで、はい、その辺はやっぱり議会筋とか共和党の中でも、えー、まあ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 って形で多分抑えてくると思うんでこれから多分、もう数日するとそういう動きが始まると思うんで注目していかなきゃいけないですね。ウクライナに対しての,、まあ、あの支援 そのお金も結構、渋ってましたよねあこれはもう本当に共和党の中でも相当反対派が強くなって今回もウッ、うっと勢いが強くなると思うので、えー、ここが非常に大きなポイントになりますねうん、まあ、いずれにせよ各国、振り回されるという感じになりますか。そそうですね、うん、ただまあその 前回とだいぶ感じが違うんですよ一つはその前回ってのはそのはバノンさんっていうですねなんかこうちょっとこう過激路線のなんか指南役みたいな人がいてでそのトランプさんがもう思いつくままガン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 ツイートしたいとかして結構揺さぶってだけどもその横にはそのイバンカさんっていう,ような長女ですよねでその旦那さんクシュナーさんとか割と常識的な人がいてその人たちが共和党の普通の政治家との間つないでこうトランプさんはある時はこうちょっと過激モードになるしある時はちょっと現実モードになるしでも行ったり来たりしながら 何とか4年間過ごしたわけですけど、うん、今回はとにかくそのバンスさんと、はい、あのマスクさんっていうなんか切れ物が横についてるんで、うん、ちょっと話が変わってくるのかなみたいな感じがあってこれどういう姿になっていくのかは<ー>これから本当に動き出してみないとわからないですけども多分、うん、あの,あのイバンカさんと串田さんの夫妻はなんか距離を置くみたいな報道ありますけど書いないんですかね政権には。 どうかやっぱりかなりその、えー、議会暴動事件の時に相当怒ってましたんで,あ,であとはそのペンス副大統領なんかに対して多分その議会暴動事件の時はペンス副大統領に対して当時のですね、はい、その彼をやっ,やっつけろみたいなことを言いながら暴動があったわけで<ー>やっぱり相当そこの時点からはそのお父さんの政権に対してお父さんの政治姿勢に対しては距離を置いてるので。 まただ、裏で動いているという説もあるんですけどもただ、あのー、なんと言ってもやっぱりバーンさんとか<ー>それからそのマスクさんという切れ者、まあ、ちょっとこう天才派だというか、ええ、そういう人たちがまあ入ってきて新しい姿になるんじゃないかなと思っていますなるほど、もともとイスラエルとの、ね、パイプみたいなのってクシュナーさんが強かったみたいな一時政権の時はありましたけどじゃあ、そこも変わってくる可能性ありますか。そうですね イスラエルっていうのは基本的に非常に民主的な国ですしだけれども今はその戦時体制ということでネタニアフさんがまあ独裁体制みたいなふうになってるんで、うん、彼がやるとこまでやるみたいなことになってますけども、はい、まあ今回国防大臣なんかも辞めてるんでちょっと献金になりつつあるのでそういう意味で言うとそのとは思いますクシナーさんではないのかもしれないしただ噂に言うともしかしたら地下でクシナさんが動いてるって説もまだ残ってるんですけどもどこれも多分もう少しすると分かってくるんじゃないかなと思います。うん あ、本当ね、ここから先一挙手一投足がきっと注目されることになると思います。またあれずさんいろいろあの教えていただければと思いますので、え、引き続きよろしくお願いします。はい、すみません、現地夜遅くにありがとうございました。あ,ありがとうございます、えー。どうもありがとうございました。したニュージャージーからレイゼンアキヒコさんに伺いました。ズー。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナーズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 十一月七日木曜日時刻は夕方五時を過ぎました。こんばんは日本放送アナウンサー飯田浩次です。こんばんは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。今日は新房さんお休みですから、はい、日本放送飯田浩次アナウンサーがお送りしております。ね本当に空気か湿度三十パーセント台ですからね,ねら屋上の,屋上のねもうすっかり暗くなっちゃってこ、はい、の時間もね。 えー、帰りに、ね、暖かい格好でね本当帰らないと、うん、はい。小嵐 1>, 1号も吹いております、えーでね、メールいただいておりまして、はい、静岡県のお53歳の男性で質問なんですがははい、はい。あ、代表取締られ平社員さんという方ね合同杯ですね私もそうですねそうですね トランプさんが一時政権となりましたが、はいね、これから最長8年大統領ということですかね<ん>一時政権の時のカウントはするのかしないのか基本的な質問で申し訳ないですが、えー、トランプさんは一体何歳になるんでしょうか、まあ、2つの質問ね。これ人気に関してはあの2期 だから、あの、飛び飛びになっても、まあ、二期八年だよってなってるんで。え、うん、トランプさん、すでにね、一期目二千、まあ、あ、十六年から二十年。はい、まあ、十四年から二十一年ですが、就任で考えるとね。そ,れ込みそう、そう、そう。だから、一期目やっちゃってるっていうカウントになって。えー、今回は、うん、来年の一月の二十日の就任から、あ、四年間。二千二十八年までと。と いうのが人気となるようでございますでちなみに御年78歳ということでありますので、うんえー、80代の大統領がまたも生まれるとね<ー>バイデン氏に続いてという形になりますはい。はい、それから埼玉県焼きおにぎりさん72歳男性はありがとうございます増山さんここ1,2年はオーロラがよく見える時期に入っていますか<ー>そうなるんですね太陽の活動が激しくなるのが今なんですうんうん そういえばなんか辛んさんが言ってた気がする太陽の活動が活発になるとオーロラすごい綺麗に見られるんだってねマジっすかバカにしてますかそんなことないです行けば必ずオーロラ見られますから番組は飯田さんに全部任せてカナダとかアラスカに行ってみてください私も今年の4月に行きましたが連日オーロラ出現でした4月でもオーロラって見られるもんなんですねなんでそんな余計なところで全部下巻いちゃってオーロラって見られるもんなんですねなんで急 特にこんなベラメになったのかよくわかんないんですけど、オーロラってなんか言いづらいから下ま巻きがちじゃないですか。オーロラ。オーロラ。いやいや言わないでいいな。い見に行きたいですね。本当いやそうなんですよ。あのアラスカ鉄道も基本的には貨物列車が主体なんですけど、なんかねあの客車列車もあるらしくてですね。鉄道ね。うんそうそうそういいなって後とねあのあれですよフィンランドなったりもですねあのあの く、サンタクロースの故郷のロバニエミっていう街に向けて。あのヘルシンキから夜行列車が走ってて。そう<ー>そう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 、で、あそ、あそこらへん北極圏抜けるんで。うん、列車の中からオーロラが見られたりなんかしたらいいじゃないですか。今日一の笑顔ですからね。皆さん想像するだけで幸せそうでいいですね。いやいやいや、本当に行ってみたいな <laughs>。こんな心配もいただいてますよ。うん、水瓶座のばあばさん、八十一歳の方ですあら。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。井、うん、田アナウンサー。 早朝から夕方までお疲れではないですかでもリーダーアナウンサーのお話は安心して聞かせていただいています本当ですかあと少しゆっくり頑張ってくださいねいやーありがとうございますこれ私の気持ちも代弁してますよこの方そうなんですかでもゆっくり <laughs> ね、あと少し頑張ってくださいね。いや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 、<laughs> 満面の笑みな分だけいろいろと、<laughs> そうあの X のねタイムラインでいただいたのが、えー、あこれは飯田くんのお査定集だねっていうのね <laughs> 目の前で査定そるからはないですよ。いや、ね、ありがとうございます本当ね,ね,あ,ねあのー、早朝から確かに番組やってるんですけど間の時間があるんで。うん そこでいろいろ仮眠取ったりとかねちゃんとねやっぱり休憩しないとねさすがにねそうそうそうじゃないとなかなか持たないんでねご安心ください休憩して寝て食べてますんでね元気ですよ飯田朝ラーメンがねこの辺も結構あすそういうことやってるとよくないんですけどね健康診断ちゃんと受けてはい管理してくださいお腹の具合ねセンチを超えてくるそうですか失礼しましたはい すっごいいい音しましたね。<laughs> 力士の方がよくね、そうやってね、パーンってね、やりますけど。まあ、立派ですよ。今組、ね、んでますから、見えないと思いますがさ、さ <laughs> まだまだご意見お待ちしております。<laughs> えー、メールはズームアットマーク一二四二ドットコムで、あなたからのご意見をお待ちしております。お待ちしてま リー,ダーアナウンサーとお送りしている今日のズーム、そこまで言うか、今日最後に取り上げる話題はこちらです。国民民主党の玉木代表が、103万円の壁をめぐり、一部報道を否定、給付金などで妥協することは一切ないと述べる。 国民民主党の玉木雄一郎代表は今朝の日本放送飯田工事の OK 工事アップに生出演し、えー、一部報道で国民民主党関係者が103万円の壁の解消に向けて年末調整による勤労者への直接補填などを行うべきだと報じられている点について誤報、正確ではない。 最終案は今日これから決めるので何かを決めたという事実はない選挙で約束したことなので給付金などで妥協することは一切ないと否定しました、えー、否定する国民民主党玉木代表の声を聞きいただきます誤報ですね誤報、うん、あの誤報というか正確ではないのでこれ、選挙で約束した税制改正の約束ですからあの給付金などで妥協することは一切ないので。うんうん そこはですねぜひご理解をいただきたい、まあ、あの正式なものが出るのを待っていただきたいなと、うんえー、まさにね、この同じスタジオで、うんえー、玉木さんはそういうふうに断言をしていたという形なんですが、はい、これあの、今朝の毎日新聞の朝刊に、そういった、ねえー、趣旨の記事が載っていて、えー、まあこれについて、まあ、飯田康之さん、今日のコメンテーター、うん、明治大学教授があ質問したところ、やご法だと。 いいうふうにし、うんえー、したたというところでありま、はい、103、まあ、万円の壁これ103万円を年収超えてくるとお所得税のお非課税枠を超えてくるんで課税対象になってくる、はい、ということがありますのパートだとかあるいは学生さんのねアルバイトなんかで、うん、ちょうどこのぐらいの時期11月あたりになってくるとですね、まあ、この103万円を超えると所得税が発生しますとか、えー、あるいはこう105万円を超えてくると今度は扶養、えー 料から外れるみたいな話が出てきてでさらにその先で130万円の壁なんて言われますけど今度は、えー、社会保険料が 発生すると、はいねえー、今までは、まあ、あ親のお社会保険の中に入っていたものが自分で、うんえー、払わなきゃなんなくなってとこういうようなことが重なってくると一時的に収入がむしろ働けば働く分だけ減っちゃう時期がやってくると、うんうん、えいうこと、まあ、いろんな壁があるよみたいなね話があるんですけれども、はいまあ、だから1 0万円だけじゃなくて130万円が誉だとかね、うん、いろんなこと言うんですけどいやあの全部変えてくれるんだったらその方が楽なんだけどね,ねという話になるわけです。本当 この時期ね、えー、いやシフト入りたいんですけどちょっとここ超えちゃうとねこれがまたその税金だとか社会保険料の話だけではなくって、えー、これと連動して各企業が例えばあのお子さんや、ねえー、配偶者手当とか子どもに対して、まあえー、児童手当的なものを支給していたりだとか。うん いうことが全部この女将が作った基準をもとにしてやってるんでうん、うん、じゃあ,あの年収超えたからお前その分返せというようなことをね言われた時に結構後々響くと、うんうん、まあ,あのこの時期に1 0万円をじゃあ超えたとか、えー、130万円を超えたっていうのがいつやってくるかっていうと税金に関しては来年の10月あたりとか、うんえー、あるいはもっと先になるんじゃないかというような話があって、はい、でそこでまあ,あ 逆算してですね、うんえー、その分を払ってくださいねってなると結構まとまった金額になるわけですよ。そうですね,ねえ ね、あとは子供に対してのね、はい、ええー、手当。一、うん、一か月一万円だったとしても、年間で十二万円ですから。うんうん、結構長くなる。うん、これを返せっていきなり言われてもっていうね。困りますねうん。で、まあ、あの、この百三万円についてっていうのは、課税対象を変えるということで。これ税制の改正が必要になってくるということであります。はい、で、えー、この税制に関しては、年末に税制改正大綱っていうのを作って、で、それをもにしてですね。あの、税法の。 改正案というのをまとめてで、えー、年明けの通常国会でこれを成立を期すと大体予算案とともにです、ね、これを審議する形になるのでまさにこの時期というのがその大詰めの時期になってくると、えー、で、えー、選挙を受けてです、ねまあ、あの人事もいろいろ変更になったりとかもあったんで、うんえー、自民党の中の税制調査会もメンバーが入れ替わったりなんかをしておりますでその初会合が昨日まさに行われたでそのタイミングで、うん 翌日の朝刊に載るようにですねこうした記事が関係者によるとみたいな感じで出てくるっていうのがまああの明らかにですね相場感を作ろうとしているというようなところがあってまああの昔々よくある形だったわけですよで昔,昔だったらもうタイムリーにですねえー玉木さんがそれを否定するようなこともなかなかできずにいや今年はあれでしょう給付金でやるんでしょう とかあの税の還付でやるんでしょみたいな感じで本格的な検討は来年の税制改正大綱で再来年から反映させましょうや、うん、みたいな話になってうん、うん、ところが1年経つとですね、えー、参議院選挙が来年の夏7月頃には必ずあると、はい、でひょっとするとそこに衆議院選挙もダブルでやってくるかもしれないよみたいな話まであると。うん で政治状況が変わればですねん「そんなこと約束しましたっけ?」みたいなね <laughs>、えー、ことにもなっていくというですねだからここでなんとかまあとりあえず当座を乗り切るために相場感を作ろうとする向きがですねういろいろ出てくるんじゃないかみたいな話が特に。 えこの税制調査会というところはかつては、はい、総理総裁であってもなかなか手を突っ込めないという特にこの税調のインナーと呼ばれるです、ねえー、幹部たちの会議というのが、えーまあ、中でどんなことを話してるのかというのがほとんどわからない中で,、えーでまあ、もちろん税金の,その制度というもの税制というものは、うん、もうあまねくいろんな人にあるいは法人も含めてです、ねうん、影響があるからこう利害調整をね一気に 時にこうオープンのところで百貨総面するような形でやったらまとまるものもまとまらないから、まあ、とりあえず、ね、税のことをよく知ってる人たちで話し合って、うん、これが、まあ、ある程度の妥協点じゃないかみたいなところを作りましょうねっていうのがもともとの出発点だったと思うんですけどただあの外から見ると何やってんのか分かんねえよなってそな、うん、何やってんのか分かんない中で決められちゃうっていうのもちょっと気持ち悪いよね、うんうん、あのそういう仕組みになってたんでこれをですね国民民主党が 風穴を開けてくれるということになるとこれ日本の意思決定の仕組みが変わるっていうのはうん、うん、なかなか大きな話になってくるんじゃないかと、うんええー、ここから先ねあの臨時国会今年11月の末12月に行われると言われてますがどういうことになるのかこの先もいろんなバトルがありそうであります。 さあお送りしているのは今夜私が選曲しました電気グループシャングリラでしたずいぶん効くねえと効くねえもうええでしょう。まさにそれですよあの新語流行語大賞ねノミニートされたじゃないですかもうええでしょうねもうええでしょうネットフリックス自明師たちのねそんなところから選びましたお久しぶりですハリソンですいけるんじゃないですかいきますちょっといけるんじゃないですか3 2 1でいきましょう総理が入りますよねハリソンね <laughs> さあこの後5時30分からは伊集院光の種 <laughs>、はい、6時からは鶴子市長と美和子様鶴子の噂のゴールデンリクエスト明日の朝6時からははい OK 工事アップコメンテーターは元日銀審議員でエコノミスト片岡豪志さんですまあアメリカ大統領選終わって経済への影響だとかね、うん、え考えていきましょうそして えー、SB 新書から私だ新刊分かりやすさを疑ええー、書店ネット書店で絶賛発売中売るほどありますんでよろしくいいしまぜひお求めくださいその後八時からは春風亭一之助さんとあなたとハッピーお送りします明日のメッセージテーマはあなたとペットですお待ちしておりますで来週十一日月曜日の三時半からズームそこまでいうかしんさんがね<う>取材旅行から戻ってまいります四時、えー、台のゲストは政治ジャーナリストの田崎志郎さんです、はい 特別国会11日に招集されます総理大臣指名選挙について伺います、うん、下さんで、ね、元気に戻ってくると思いますので、うん、マジっすか <laughs> ぜひ聞いてください戻ってくるといいんですけどね <laughs> 本当にね大丈夫でしょう大変当たってるわけじゃないし、ね、はいどうぞうということで <laughs> ズームそこまで言うかここまでの相手飯田浩二と増山さやかでした来週も聞いてちょうだい